というわけで、これからグランツーリスモの世界大会でモナコに行きたいと思います。優勝おめでとう。もうね、ほんとね、キリアンとダニエルの2人に助け上げました。ありがとうございます。でもやっと、やっとオフイベでそうワールドチャンピオン、ね、初めてそうあのトロフィーをあのライブイベントでもらえて、なんかね、感動してるのが半分、やっちゃったなっていう気持ちが半分で、ちょっと反省点しかないので、ちょっとまた今日は喜ぶんですけど、ちょっとまたあの反省して切り替えて、また明日勝てるように頑張ります。今からですね、スーパーカーライドに行きたいと思います。どれ乗りたいって言われたら意外とこれ乗りたいですけど、まあこれは当然公道が走れるわけもないので、日本だと見れないのはこのヒョンデの、これ電気自動車らしいですね。なんかこれはこれでいいなと思ってたんですけど、 AMG のこれは S63 かな、なんだろう、違うな、 S じゃないな、 GT63 ですね。なんか日本だとあまり見たことがない気がします。 GR スープラ、そうこれね、マニュアルの GR スープラなんですよ。これね、昨日の一部の選手はですね、なんと中島和樹さんが運転で横に乗れたらしいです。お、ボンネットが開いてる。さあ MR になったコルベットエンジンです。でもこれタイヤオールシーズンタイヤ的な感じなのかな。これなんかね、タイヤ見るとスタッドレスのような感じもしますけど、こっちのオレンジはパイロット 4S、 完全に運転席に全てが集約されてますね。というわけでポルシェ大会に乗りたいと思います。よいしょ、わーい。これ昨日乗ったんだけど、いい、はい、すごい、初めて、昨日初めて乗った。いやー、これは絶対いいですよね。いい、自分で運転したいもんな。すげーな。さあ、というわけでポルシェ体感で、うー、なんで、ああ、そう、こういうのたまにあります。ブレーキングもいいじゃん。いや、すごいですよね。だってこれ 2.5 トンぐらいありますよね、うん、めっちゃ重いますよね。狭いですね。
ですよね。自転車が乗ってるやつがいたら、はい、まあ、気をつけましょう。グランツーリズムで自転車乗ってるやつは車輪出てこないからね。そうですね。全然乗り心地いいですよね。すごい滑らか。はい。どう？横に乗ってても分かる？この、いや、あのスムーズ感。いや、めちゃくちゃいいですよね。ね、うん、電気自動車だったらこれ買っちゃうかなと思う。いや、いいなと思いますけど、大きいですね。大きい、大きい。まあ、フォードはですね。はい。でもやっぱりなんか重いなって感じはしますよね。ちょっと切り込んでった時にね。S2000 が乗っての普通普段乗ってる人は絶対そんな。いやーい。スムーズな加速なんですね。ドンってくる感じじゃないですね。そうそうそう。でもあの運転の仕方もあるからね。ああ、はいはいはい。そう、さすが、さすがスムーズドライビング。そうそうそう。はい、どうもありがとうございました。楽しかったです。はい、よいしょ。というわけでポルシェ大会に乗りました。いや、びっくりするぐらい静かなのに、びっくりするぐらい速くて、びっくりするぐらい乗り心地が良くて、本当にすごい車でした。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。